Have you ever heard of Gilmore Event? Well, I think it's a radio station. I heard that. Really? Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you will enjoy. 79.7. Come on, turn the radio on. はい、時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その反省を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。今週もゲストさんのお話の中から皆様の生き方のヒントを見つけていただけるとすごく嬉しいです。この番組は短期賃貸 .com の提供でお送りいたします。それではですね、早速今週のゲストさんをご紹介していきたいんですが、本日のゲストは琉球仮眠中の金城保さんにお越しいただきました。保さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、僕以前この FM 宜野湾にですね、保さんと東間さんの東間城さんの、はい、番組の CD が置かれてて、 あの CD をちょっと見た時に、うわ、この人とちょっとお話してみたいってすごく率直に思って、で CD を持って帰ったんですけど、はい、実はその CD は聞いてなくて、ずっと机の、はい、パソコンの前に飾って、はい、いやでもありがとうございます。はい、いつか話したい、いつか話したいと思ってたら、ちょうど去年の忘年会でお会いする機会があって、はいはい、あって、その時にちょっとゲスト出演をお願いして、うん、今日お越しいただいたんですが、はい、今、はい、ね、保さんがされてることとか、はい、まあ、自己紹介含めて少し話していただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、琉球仮眠中金城保として県内外で活動していて、はい、ですね、霊視鑑定というもので、判断、ご相談、お悩み相談を一般的に、はい、まあ、受け付けていて、ほう、でそうですね、神事、先祖事だったり、うん、普通の一般的な人間関係だったりも、はい、トータルで見ていく感覚ですかね。なるほど、うん、ってやってますね。これはあれですか、この天空サロンっていうところで、されてるんでしたっけ。はい、自宅兼サロンで宜野湾市の、はい、志摩市なんですけどね。あ、本当ですか。はい、琉大の裏あたりなんですけれども、そちらでやってますね。なるほど、ぜひぜひちょっといろんなことで、解決策をね探してる方、田本さんの方に行っていただきたいんですけど、はい、この番組ではですね、それぞれの、ゲストさんが、今に至る間で、辿ってきたターニングポイントにお聞きしてるんですが、はい、田本さんが、まあ、今の活躍につながるきっかけって、まあ、たくさんあったと思うんですけど、はい、まず最初ってどんなきっかけあったと思います？いくつか、あったんですけれども、はい、一番最初ですね、はい、一番最初何でしたっけ。一番最初はあれですね、はい、例の話でしたっけ。ああ、そうでした。なんか仕事、自衛隊かなんかの基地の仕事でしたっけ。はいはい、それが一番ですね。はい、以前に、うん、県外でお仕事をしていて、土木作業をしてたんですけれども、はい、横須賀自衛隊基地の中で、はい、その仕事があって、うん、でお昼休みに、うん、普通に過ごしてたらちょっと時間オーバーしてしまって、はい、で小さい小山みたいな感じの山があって、はい、その真ん中を通路があって、はい、そこ通っちゃいけないんですけど、はい、そこを通って、うん、現場に向かったんですね。はい、そこを迂回しないといけなくて、はい、そこを通ると近いので、うん、で入っていったら、うん、もう左右に鉄格子をされた部屋みたいな感じの、まあ、真っ暗で見えないんですけど、牢屋みたいな感じであって、はいはい、うん、それがもう20ぐらいあったんですね。ほう、結構ありますね。10あって、もう結構100メートルぐらいの、ほうほうほう、の通路があって、はい、もう全てにそういう牢屋みたいな感じであって、でそのところから霊の感覚を、うん、が出てきて、はい、ああやばいと思って引き返そうと思ったけど、もう3分の1まで進んでしまったので、引き返すのもなんか怖いなと思って、はい、もう直進して進んでしまったんですけれども、うん、でその日の夜に、うん、
仕事が終わって、うん、ゲームセンターにいたんですね、はい、ゲームセンターに行った時に、はい、でゲームが終わって一休みしていながらタバコ吸いながら、その当時タバコ吸ってたんですけど、うん、タバコ吸いながら、はい、ふと口にした言葉が、うん、僕今日幽霊見るなって、で口で話したんです。僕一人ですよ、一人言で、一人言というか、一人言っていうのも分かんないんですけど、口にしてしまった瞬間に、あ、なんでこんなこと僕喋ってるんだろうって思ったんですよ、はい、思ったこともないんですよ、例のことを考えたこともない、はい、これまで見たことなかったってことですか、うん、ゲームしてたら休んでただけなのにその言葉が出て、はい、不思議だなって思いながら、うん、でそのことも忘れたんです、はい、忘れて、で家に帰って寝て、うん、でそうなんか寝苦しくて3回ぐらいに、うん、寝返りを打って、うん、天井を見上げた瞬間に、うん、天井と僕の間に、うん、人の顔があって、はい、で上半身しか見えなかったんですけど、軍服のようなものを着て、はい、で水兵がかぶるような、水兵じゃないですね、とんがった帽子をなんかかぶってるんですよ。でその人が面長の顔の人で、はい、すごい怒ってるんですね、怒って僕を睨みつけてるんですよ。で僕もその目線を外すと、うん、多分やられるって思って瞬間的に思って、はい、もう1分ぐらいかな、30秒から1分ぐらいずっと睨みつけていたんです僕も、はい、行ったらだん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 消えていって、うん、で消えていって、でその間ずっと硬直状態で、うん、金縛り状態だったんですけど、それが解けていって、うん、で隣の部屋に弟夫婦が寝てたの で、うん、で弟を起こして、うん、でそこで幽霊が出たってなって、うん、もうそこからみんな眠れなくなってで知り合い の、 まあ、県外の知り合いのおばさんがいて、その人は霊が見えると、はい、でその人が来てくれて、はい、でも今はこの部屋にはいないねって、でもあなたが呼び込んだんだねみたいな感じになってたんですけど、はい、それはそれで終わったんですけど、その後から普通に霊が出てくるような感じになって、はい、肉眼で見るような感じになっていくんですよ、なっていって、うん、行くんですけどね、はあ、そこから霊体験が始まったということ で、 そうですね、先ほどちょっと打ち合わせしてる時に、はい、大きい事故の後もそういうちょっときっかけがあったっていうふうにお聞きしましたけど、はいはい、そうですね、その後にまた数年ぐらい経つんですけど、はい、そこからコンビニに向かおうとして、深夜にね、コンビニに向かおうとして行くんですけど、うん、はい、その左側に止まってた車が大きく U ターンをしだして、うん、で僕のことに気づかずに、でも僕ももう進んでるの で、うん、はい、で今更止めることもできなくて、で僕 の、 ミニバイクのこの後ろの方に当たって、はい、僕がちょっと転んでしまったんですよ。で転んでしまった瞬間に、うん、バイクはそのまま流されていって、はい、車道に流されていって、うん、僕も宙を飛んで、うん、僕自身は車に当たって接触してないんですけど、宙を飛んで、うん、瞬間に宙を飛んだ時に、うん、スローモーションになったんですよ、うん、走馬灯のような感じになって、はい、もう人が亡くなる前に亡くなる前な感じで、はい、本当に走馬灯が起こって、うん、でもこのぶつかった瞬間に投げ飛ばされる瞬間って一瞬なのに、うん、すごい緩やかに時間が流れていって、うん、で僕は普通に運転しててこういう姿勢でね、うん、バイクの姿勢で運転したんですけど、うん、そこから柔道の受け身を取るような感じで、うん、ゆっくりゆっくり背中からバンって、はい、畳の上にちょっとなるような感じで、うん、瞬間に緩やかにぶつかって、うん、地面に接触してザーって流されたんですよ、うん、なので、うん、怪我がなかったんですね、うん、ゆっくりだったんで、おうおう、もう余裕だったんですよ感覚がゆっくりなんで、ゆっくりだからゆっくり受け身が取れたような感覚、うん、おうおう、そんな感覚で、でもその一瞬は長くて、うん、本当に今まで自分がやってきたことをおさらいするかのようなものが見えてきて、で緩やかに流されていって、はい、で普通に起き上がることができて、うん、でバイクも全然エンジンがかかったんですけど、その車の人は普通に逃げていってね、あ、逃げたんですか、逃げたってんです、で警察も来てくれたんですけど、うん、僕に怪我がないから、うん、事件にしなかったんです。ああ、なるほど、人身扱いここもちょっと、はい、うん、ここもちょっと、あ、そんなんなんだって、僕がじゃあ大怪我したり、うん、何か取り返しのつかないことになったら動くんだねと思ったら、ちょっと不満が残ったんですね。そうですね、事件としてもとらわれないし、向こうは逃げたまんまってなるしってなって回ったんですけど、でその日の夜に、はい、その日の夜じゃなくて2日ぐらい経ってから、その夜に、はい、雲の上のような夢ですよ、はい、雲の上、うん、
に、うん、あの自分が行って、はい、で長蛇の列で人がずっと並んでたんですね。もう100人ぐらいですかね。結構な列ですね。うん、でも一瞬のうちに、うん、あの自分の番になって、はい、で、すごい立派な椅子に座らされて、はい、で遠くの方から、3人の、ね、中国の神様みたいな格好をした人が、はいはい、遠いんですけど見えるんですよ、はいはい、見えるんですけど、うん、3人の格好をしてすごいきらびやかな赤い衣装みたいな感じを着てて白髪 で、はい、で袖の方に手を通して飛んでくるんですね。で飛んできて一瞬で到着して、はい、でなんか3人いるんですけど真ん中の人がすごい偉い感じで喋らないんですけど、うん、周りの2人の人が1人はあの帳簿係みたいな感じ で、うん、でもう1人は僕の後ろの背中の腰の方を見て、はい、あこの人はまだやるあの役目が残ってるねって言って、で言うんですけど、で役目って何かってあの僕があの方言でこの時ねあのまだ、はい、あの僕ちょっと荒れてたんですよやんちゃしてた、ね、やんちゃしてた時期みたいな感じで荒れててあの言葉遣いとか態度とか はい、もう強がってたんですけど、はい、その口調で、はい、あの俺が喋ってるんだからちゃんと答えろみたいな感じのことを方言でつかかっていって、はい、だけど無視されるんですね。目も合わせないし、はい、でやってで結局自分のあの言葉には質問には答えていかないでそれが終わって、うん、でその場が一瞬で終わって、うん、もうあのグループグループで雲の上でみんな雑談してるような感じで終わったんですよ。へー、うん、でそういう不思議な、もうめちゃくちゃ具体的にあれですね、有名に来てますよね。具体的ですね。鮮明にまたそれを覚えてるって不思議ですね。今思い出したんですけどね、はい、あのさっき の、はい、あの打ち合わせの時思い出したんですけど、はい、聞かれれば喋れるんですけど、あの自分から喋ろうとすると思い出せないんですよ。あ、そうなんですね。もうあ、ずっと覚えてるわけじゃないで聞かれたらもう再現できるような感じなんですね。そうですね、うん、でその夢を見てからなんか不思議なことってあのこの道につながるようなことってあるんですか？そうですね、その夢を見てからというよりは、うん、10代の頃からもそういうことばっかり例だったりがあったんですけど、はい、そうですね、何人かの先生というかこの伊田さん上地さんがいて、うん、で何人かに指導を受けたんですけど、もうそれでちょっと諦めようかなと思ってて、うん、いたところに、はい、最終的にあの、うん、お友達に紹介されて、はい、もう会わないつもりだったんですけど、うん、金城さんっていう人がいるって言われて、うん、あ僕のことを紹介してくれたんですね、はいはい、してくれた時に、うん、でこの人が役目があるっていうまた同じようなことを言われるんですけど、はい、またかって思っただけで僕は、うん、だったんですけど、うん、でもこれをやらない あなたを待ってる人がいるって言われて、たくさんの人がいるって言われて、はい、お客さんとしてね、うん、はい、とか言われて、うん、でその時にもう僕は泣きながら怒りを込めて、じゃあ僕が覚悟を決めてやるから、うん、覚悟を決めてこの道をやるから、うん、でもやると決めたら僕は一番になるとっていうぐらいの、もうそれぐらいの覚悟しとけよお前たちみたいな感じでもうその時は本当に普通に荒れててね、はい、うん、もう人生に何の興味もなかったんですけど、はい、そこからもう好転していくような感じですね。なるほど、ね、うん、でその覚悟を決めた時って、はい、なんか自暴自棄だったらやるさみたいな感じにではなくて、うん、自分を待ってる人がいるんだったらじゃあその役割を全うしようみたいな感覚なんですか？そうですね、待ってる人がいるって聞いた時に言われた時に、うん、ボロボロとちょっと泣いてしまって、はいはい、こんなすごい運気ももう落ちてたんですよ、霊が見えるんで普通に、はい、うんうん、で運気も落ちてて霊と、うん、チャンネルしてるってことは、うん、運気が落ちてるって状態なんですね。なるほど、意識が低いってことなんですけど、はい、そういう状態の中で人助けなんてできるもんかって思ってたから、うん、ってなってたんですけど、うん、でそれを聞いて、うん、もうそこで覚悟を決めて、うんうん、で何て言うかな、覚悟を決めた後に、うん、覚悟を決めたのは6時ぐらいなんですよ、夜の、はいはい、でその後の8時ぐらいに、夜の8時ぐらいに身内から電話があって、はい、でおじいの兄弟が亡くなって、はい、亡くなったと連絡があって、はい、僕を可愛がってくれて、うん、子供の時にね可愛がってくれた人がいて、うん、でこういう時に、うん、亡くなったから、うん、これは流れではないのかなって思ったんですね。うん、うん、絶対何かあると思って、うん、やっぱりちょっと違うのかなって思ってた瞬間にパッとまた違う、うん、メッセージみたいなのが入って、はい、その時はメッセージかどうか分からないんですよ、分からないんですけど、はい、うん、じゃあお前は、うん、誰か身内が亡くなったり何かがあったら、うん、お前がやろうとしてることを諦めるのか、そう簡単に諦めるのかってなって、はい、誰かの人お前のやりたいことを一緒にするんじゃないバカ者みたいな感じで、なんか言われた感じがしたんです、はい、して、
あ、それもそうだなって分かって、うん、自分の人生と他人の人生を混同しちゃいけないのと、うんうん、でこの仕事は生半可なことではできない、うん、でいろんなあの誹謗中傷だったりもね、霊を信じてない人からの誹謗中傷もあったんですよ、あったんですけど、うん、それもあるし、うん、お前もあお前を試されてるんだみたいな感じのことで僕は取った受け取ったんですよ。なるほど、うん、一般的には逆に触れる人もいるじゃないですか、はい、でなんか身内がなくなったからやっぱりここは行くべきじゃない道なのかなとかっていう捉え方をする人もいらっしゃるんですが、はい、その考え方というのはその時は全く最初だったあったんですよ。あ、あったんですか？そういう考え方があったんですけど、はい、あったんですけれども何かがスイッチして切り替わって、うん、あ、この受け取り方じゃダメなんだって、あ、分かって、はい、で受け取り方っていうのもあって、うん、受け取り方を、うん、ずっとマイナスに受け取る人もいるし、はい、最初の頃は、うん、いろんな出来事が起きるって悪い予兆だったり、はい、悪いことを回避するために、うん、サインが送られてきてそれを理解するんですけど、うん、僕はもうある瞬間からは、うん、悪いサインは受け取らないって決めたんですよ。なるほど、うん、はい、でその約束事を神様とするような感じ ほう、でそうすると本当に一気に好転し始めたっていうかね、はい、のがあったんですね。この、悪いサインは、受け取らない、うん、で神様との約束って、はい、それは、対価として何かをしますとかっていうのもあったんですか？対価はないですね。対価は、はい、あれない方がいいです。なるほど。対価は約束ごとを交わさない方がいいです。こういう、なるほど。じゃあ、条件付けはしないで、はい、私はいいサインだけ受け取るっていうことを、うん、宣言するような形です。宣言する、ね、なるほど。でもそれを向こうに聞いてもらうためには半年ぐらいはかかったんですけどね、はい、ほう、うん、でなんでそういうやり取りをしたかっていうと、うん、僕は人生は修行だとずっと思ってたんですよ、はい、苦しいから、うん、毎日が、うん、で思ってたんですけど、はい、明るく楽しく生きていて、うん、それが成功している人たちもいるっていうことを実際に目の当たりにした時に、はい、僕もああいう風に生きたいと思ってたんですね、うんうん、でそうそう思ってて、うん、でそこから最初ね、僕はミスチルの歌詞とか曲がすごいヒットし、はい、うん、僕の中でいつもヒットしてて、うん、メッセージ性の高い、うんうん、文字なんですけど、はい、歌詞なんですけど、はい、それが自分の中ですごい打ち当たりするというか、はい、ぶつかってきて、うん、そうだよなそうだよなって思いながら修行を耐えれるような日々だったんですよ、はあ、うん、涙を流しながら聞くような感じで、はい、だけど、うん、自分の意識は自分で作っているってことが分かった時に、うんうん、出来事が起きてその出来事に対して感情を出しているんじゃなくて、うん、どんな出来事が起きても感情を決めるのは僕自身だっていうことが分かってきた瞬間に、うん、もうこの感覚はいらないってことです。ほう、うん、辛く苦しいことばっかりやってるとそれを望んでると思われてるから引き寄せるんですよ、はい、引き寄せの法則って、うん、だから好きなことやりがいのあること楽しいことワクワクすることにスイッチすると、うん、それらがやってくるっていうのが分かってきて、うん、その当時分かってきてでそこにスイッチしていったらだん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 曲も変え聴く曲も変えてたんですよ。楽しい曲に変えていって、ほう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 、自分を鼓舞するような曲を聴くようになっていったらどん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 本当に変わってきて、はい、でその体験談をお客さんとかに話すようにしてるんですね。はい、うん、なるほど。その決意したところからどんどん好転してきたっていうお話なんですけど、はい、一旦ここで CM を入れて後半でじゃあ、はい、具体的にどういうふうに行動されてきたのかっていうのをまた聞かせてください。はい、はい、繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半ではですね、田本さんが、この道、上市の道に進むっていう覚悟を決めた時に、親戚の方が、亡くなった。で、それをどう捉えるかっていうところから覚悟を決めるっていう話をまでお聞きしましたが、はい、で覚悟を決めて聴く曲も変わって使う言葉遣いだとか、まあ、いろんなものが変わってきた、はい、でその時にやっぱりご縁っていろんな、まあ、いいご縁もあると思うんですけど、はい、どういう方にお会いしました？そうね、最終的に最後についた先生が、うん、いい意味ですごいスパルタで、うん、スパルタ、はい、スパルタで宇多木をめぐって、はい、そこで勘を養う、勘を取る、沖縄で勘を取るっていう言い方をするんですけど、はい、それは何かっていうと、うん、ここの神様からどういうふうなメッセージが発せられてるかっていうのを練習で、はい、して受け取っていくんですけど、はい、ここではここの神様は男か女か、はい、どんな感じか、うん、で冷たいか優しいか感覚として、はい、でどんなメッセージが出てるかとか、自分は歓迎されてるか歓迎されてないかとかね、で関係性が強いか弱いかとかも含めて、はい、
とかをもう勘を取らないと返さないような、ここでそこから動かないということ、雨の日でも台風の日でもなんですよ。ほう、うん、もう大雨で濡れながらずっとびしょ濡れなんですけどね、車もびしょ濡れでほうなんですけど、その人も僕に寄り添ってずっと濡れるんですけど、ずっとそんな感じ でそれがあったから、うん、なんていうかな、すごくすぐに分かる感覚っていうか、はい、培えたというか練習があったので、それもやっぱり練習、やっぱりそういう素質とか才能を持ってても、うん、はい、なかなかその磨かれないですか、やっぱり。そうですね、うん、他にも何人か、はい、付き添ってもらって先生方っているんですよ、はい、以前にもいたんですけど、はい、その人たちはただ自分たちが拝み事、祈りをして、はい、僕たちは後ろでそれを見ているだけの感じで、はい、でもそれをやっても伸びないんですよ、うん、お任せしてるだけでは、はい、うん、お金出してお供え物もしてるから、うん、そういう役目になれるんだろうって思ってると無理なんですよ、思ってるとというか、うんうんうん、やっぱり声を感じ取る練習訓練が必要が一番大事です。なるほど、で、うん、それをやっててどんどん磨かれていって独立して、はい、まあ、今の仮眠中っていうことを、はい、琉球仮眠中っていうことを名乗り始めたっていうことなんですが、はい、いろいろねちょっとお聞きしたいんですけど、これあれですか、金城さんは今お仕事も全国ね、はい、回られてるようなんですけど、はい、近々でなんかイベントがあるってちょっとお聞きしたんですけど、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、ちょっと告知なんですけれども、はい、来月の16日に、うん、那覇市にある地下1階のサウンドグッドっていう場所で、はい、トークライブがありまして、サウンドグッド、これ那覇市の沖江通り沿いですね、はい、あ、通り沿いにあって、はいはい、なんですけど6時から、うん、6時会場、はい、6時半開演で、うん、トークライブがありまして、はい、僕と、もう2人が出るんですけど、はい、うん、その中で今年の運勢とか、はい、うん、で気をつけた方がいいことだったり、はい、で公開鑑定セッションも、そんなのやってくれるんですか、はい、やってて、おあるので、でその他にもう一人の、うん、もう二人の方が、はい、朗読会と、はい、で生で演奏するギター一本で路上で歌ってた人がいるんですけど、はい、その人の歌もすごいんですよ。ほう、もうすごい感銘を受けて、あ、ここでもラジオやってますね、あ、本当ですか、メカル君、メカルさん、メカルヒロキ君が、はい、いて、その方と3人でやってるんですけどね、はい、はい、なるほど、で2月16日はその OK 通りの方 で、はい、でイベントがありまして、イベントやって、はい、であと東京の方でもイベントあるんですよね、はいはい、これは定期的にあるんですけど、はい、3月18日に東京出張がありまして、うん、はい、東京出張鑑定があるんですよ、はいはい、で鑑定は新宿の方で喫茶店でやってるんですけど、うん、そちらで、これからまた募集していくので、はい、よろしければタイミング合う方は、はい、お申し込みください、はいはい、ありがとうございます。ね、田本さんの話を聞いてるともっと深掘りしていきたいんですが、お時間となりましたので、先ほどの、ね、イベントの情報も含めて、繁栄軍師の YouTube チャンネルの概要欄の方に貼っておきますので、ぜひぜひ皆さんお聞き、そこから辿っていってください。で、本当ね、金城さんもお忙しい中来ていただいてどうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます、はい、楽しかったです。こちらこそ本当お会いしたかったんで嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、本日のゲストは琉球仮眠中金城保さんでした。これからのご活躍を応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで本日のゲスト、金城保さんのお話はいかがでしたでしょうか。もし皆さんが同じような分岐点、まあ、なかなかね金城さんのような体験分岐点っていうのは迎える方は少ないんですが、ただ決断をする時の基準っていうのはすごく僕もね今日お聞きして響いたものがあります。で、そういうね決断する時に、このお話を思い出していただければ、きっと皆さんが前へ進む勇気を思い出してくださると思います。で、本日のね放送内容を再度お聞きになりたい方は、また YouTube 専用チャンネルの方にアップしておきますので、今日のね動画をまた金城さんのお名前と一緒に、見て探してみてください。で、その際には繁栄軍師で検索されると出てきます。あと、この番組の放送内容がですね、リスンラジオというアプリを使って世界中どこにいてもお聞きいただけますので、毎回
動画がアップされるのを待てないという方は、放送局 FM 宜野湾から番組名をたどってご覧ください。ということで、前々からお会いしたかった金城さん、今日お会いできて本当、いい時間を過ごさせていただきました。この番組は短期賃貸 .com の提供でお送りいたしました。来週も素敵なゲストさんと一緒にお会いしましょう。さようなら。